お着席ください。今情報が入りましたが、臨時理事会招集というのが決まったと。そうですか。情報が入りました。はいですが、これ大関昇進に向けて動きますということになります。令和4年1月場所、幕内最高優勝が今ちょうど情報が入ったところですが、これは大きな一番ですね。はじめに支配敗退、表情上支配御嶽海久志し、右は令和4年1月場所において成績優秀により試合にその名を告し、長く名誉を表彰する。令和4年1月23日公益財団法人日本相撲協会。全く理事長からの賞状を受け取りました。支配並びに表彰状が八角理事長より授与されました。支配を受け取りました。立ち合いどんなことを考えて土俵に上がりました？もう一生懸命いくだけでした。特にも考えずに正面からしっかり当たって、あとは動いて動き切れば自分が勝てると思いましたね。勝った瞬間どうでした？いや、嬉しかったです。久々の皆さんの歓声嬉しかったです。家族も見ている中での優勝でした。ご家族も末席で喜んでいましたが、どうでした？そうですね、はい、ありがとうございます。振り返るとこの初場所の15日間どんな15日間でしたか？いや、長かったです、はい、勝ってる時はいつも15日間短いなと思ったんですけど、今場所すごく長く感じて、いや、精神的に持つかなと思いました。どんなプレッシャー、そして重圧を感じていたんでしょうか？やっぱり僕の目標である2桁、それを、2場所連続取るっていうことを置いてたんで、前場所11番で今場所2桁以上取りたいって、そういうの思いが強かったですね。ということは、後半戦相当な重圧の中で戦っていたわけですか？そうですね、でもすごい楽しみました。プレッシャーを楽しむことができました？そうですね、後半の方がいい相撲を取ってたのかなと思います。大関の地位へという、そういった重圧というのはどうだったんでしょうか？いや、ものすごい皆さんの期待があるんで、期待にしっかり応えたいっていうのはありましたね。つい先ほど情報が入りました。臨時理事会の招集が決まりました。大関昇進に向けて話が進んでいくということになります。これを聞いてどうですか？なかなかだったと思いますが、来場所、春場所は大変な注目を集めてまた臨む場所になると思います。どうでしょうか？皆さん注目して見てください。本当におめでとうございます。ありがとうございます。御嶽海関でした。臨時理事会招集の一報を聞いた直後、言葉が出てきませんでした。
長かったという言葉がありましたが、北の富士さん。